誰だ？キリト、助けて。この声はストレアか？今開ける。助けて。どうしたんだ？咳が止まらなくて風邪をひいたみたいなの。だから看病して。風邪？ストレアが風邪をひくことなんてあるのか？そんなの私にだってわからないよ。でも辛いのは事実だもん。わかった。とりあえずどうして風邪の症状が出たのか原因を探ろう。本当？それじゃあ看病してくれる？その前に診察が先だな。詳しい症状を教えてくれ。はーい。まずは咳でしょ？それは風邪の症状に近いな。他には？熱っぽいかな。あとは頭がクラクラするし。熱まであるのか？辛いよ。だから看病してくれる？わかった。やれるだけのことはしてみよう。やったー。やった？それで何をしてくれるの？まずは熱を測ってみよう。けど体温を測れるアイテムなんてそもそもあるのかな？聞いたことないから直接触れて確かめるしかないと思うよ。そうだな。おでこを触るぞ。うん。どれどれ。熱はなさそうだな。あれ？今ので測れたの？おでこ同士をくっつけるんじゃないの？その測り方は現実でもあんまりやらないと思うぞ。けどおでこ同士をくっつけた方がどのくらい熱があるかわかるんじゃないかな。確かに熱を比べるなら同じおでこ同士で比べた方が正確か。じゃあそのおでこを当てるぞ。はーい。どう？やっぱり熱はなさそうだな。ということはあくまでも現象が似ているだけなのか。どういうこと？例えばデータ上に障害が発生してそれがゲーム内で発熱に近い症状として現れているとか。よくわからないけど、私は治るの？俺が治せるかわからないけど、できる限り力になるよ。ありがとう。それで、次の看病は何をするの？ひとまず、熱が出た時の対処をいろいろと実践してみよう。本当？待ってました。待っていた？良くなる方法があればいいなってさ。そっか。ストレアも今の状況は何も分からず不安だらけだもんな。そうなんだ。だから早くいろいろやってみて。うん。とりあえず濡れたタオルでおでこを冷やそう。用意するから少し待っていてくれ。どうだ？冷たいけどこれはあんまり嬉しくないかも。そっか。発熱と症状は似ていても実際に体温が上がっているわけじゃないんだもんな。でも心配してくれているのは伝わっているから、その調子で看病してくれると嬉しいな。
ああ、任せてくれ。熱が出た時は他に何をすればいいんだっけ。あ、せっかくタオルがあるなら私の体を拭くのはどうかな。体を拭く？現実でも熱が出て汗をかいたら濡れたタオルで体を拭くんでしょ。そうだけどそもそもストレアは熱もないし汗もかいてないんじゃ。じゃあ拭いてもらうのは諦めるよ。他にしてほしいことはあるか。少しお腹が空いちゃったかも。よし、俺が何か作ろう。味は保証できないけど。本当？嬉しいな。じゃあおかゆが食べたい。おかゆ？風邪をひいたらおかゆを食べるんでしょ。まあそうかな。じゃあおかゆにしよう。ありがとう。食材を選んで、あとは調味料を設定して。ワクワク。何か言ったか。なんでもないよ。よし、できたぞ。いい匂い。それじゃあ、え？だって風邪のせいで関節に違和感があるんだもん。スプーンをうまく扱えないよ。そうか、それじゃあ。はい。口に合えばいいんだけど。あ、おいしいよ。お、よかった。あんだったらどんどん食べてくれ。うん、はいはい。綺麗に食べ終わったな。少なくとも食欲は普通みたいだ。でもまだまだ気を抜かない方がいいと思うな。ほらね。そうだな。他にも一つずつ熱が下がる方法を試してみよう。もしかしてアイテムの使用でストレアの体調を治せるかもしれない。毒や麻痺といったデバフを治すアイテムならあるけど、風邪を治すアイテムってあるのかな。解毒ポーションとかいろいろ試してみる価値はあると思う。今用意するからな。これとこれと。ねえ、もしかして今取り出した大量のアイテムを私が使うの？回復、解毒、その他状態異常に効果があるポーションだ。この中に発熱を治すものがあるかもしれない。まずは回復ポーションだ。効果はないかな。それなら次は解毒ポーションだ。これも特に変わった感じはしないよ。ダメか。それじゃあこっちだ。どうした？食べたばっかりでこんなにたくさん飲めないよ。そうか。ポーションなんかに頼らずに他の看病をしてみて。でも他に俺ができることってあるかな。あるよ。まだ試していない方法が。どんなことがある？キス。はあ？キス？うん。風邪はよくうつすと治るって言われているんでしょ。だからキスをすればうつせるんじゃないかなって思ったの。それ俺が代わりに風邪をひくことになるよな。
というかそもそもオリジンにそんなシステムがあるとは思えないし。やってみないとわからないよ。さあチュー。でもさすがにキスは、助けて。本当にそれしか方法がないのか。でも、もしここで俺がキスしないばっかりにストレアにもしものことがあったら。わかった、ストレアを救うためだ。本当？それじゃあ目をつぶるね。よし、行くぞ。急にメッセージが。アスナからだ。ストレアさんに病気の看病の話をしたら笑顔で飛んでいったんだけど、そっちに行ってる？あ、ストレア。はい。風邪じゃないのか？アスナから看病の話を聞いてすごく憧れちゃって、だからつい、はあ、怒ってる？ストレアが無事でよかった。え？ストレアの弱った姿なんて見たくないし、無事だったならそれが一番いいよ。ただ本当に心配だから、もうこんな嘘はやめてくれよな。うん、ごめんね。ありがとう。でも今回のことでたくさん学べたし、次に生かせると思う。次ってなんだ？もちろん私が看病する時だよ。精一杯頑張るし、試しきれなかった解熱方法も実践する。大丈夫だよ。俺が熱を出したらリーファが看病してくれるはずだしさ。私に看病させてくれないの？それはほら、俺の弱った姿をストレアに見せたくないからさ。リーファなら今までもお互いを看病し合ったこともあるから。そっか。それじゃあリーファに教えてあげなきゃ。何を？リーファに私が学んだ看病のやり方を教えるの。体の汗拭きと、お粥の口移しと、添い寝と、キスと。変なことを吹き込まないでくれ。